はい、皆さんこんにちは、村長スタジオです。僕が生声で出演するという時はかなり感動している時です。今日はあまり皆さんが深掘りしないようなイージードラマ3のとってもとっても素晴らしい機能を解説したいと思います。例えばアッドグルーブというので、ここにグルーブを足しました。もう一つ足しておきましょう。例えばこれがA メロであって、こちらが A ダッシュというような場合、このまま同じでは楽しくないですよね。こういう時にできる機能がこのエディットプレイスタイルというのです。今はこのようにちょっと途中から鳴らしますけれども、当たり前ですが2つのグルーブは全く同じです。でもこの後半の部分を選んでおいて、いろいろ方法があるんですけれども、 E のキーを押すか、もしくはここのエディットプレイスタイルというボタンを押すか、もしくはこのグルーブの左角にある小さな三角を押すか、そうするとこのような画面になります。ここにパワーハンドというのがあります。これは主役を変えるということです。今はパワーハンドがハイハットにあります。ちょっとループをさせてみましょう。このパワーハンドをいろんなところに変えていきます。このように主役を変えるということができるわけです。その主役にもここでアマウントというのがありまして、いろいろグルーブを変えることができます。ちょっとうるさいので、ベロシティを下げます。実践的にやるときは、主役を大きく変えるというよりも、ここでアマウントを変えていくというのもいいと思います。この時にこのアマウントをクリックしますと、オリジナルにリセットすることができます。そしてここでタンバリンを加えていきたいと思います。もう少しベロを上げます。シェーカーも入れてみましょう。そしてここではソロで聴くこともできます。シェーカーだけを聴いてみます。
もう一度スネアに戻します。そしてここではゴーストを入れたり、すべての音を同じように出したりすることもできます。パワーハンドをライドに変えてみましょう。こういうやり方もよくあると思います。同じようなグルーブでライドありというのをこのグルーブから探し出すというのは至難の業です。なかなか自分の思ったようにグルーブが見つからないはずです。そういう時はこのようにしてエディットプレイスタイルで欲しい楽器を追加していくということができるわけです。そしてそれらにはいろんなアーキュレーションがあります。例えばこのスネアをサイドスティックで鳴らしてみましょう。ここでサイドスティックを選びます。このようにアーキュレーションも簡単に変えれるようになっています。アーキュレーションはこのようにオリジナルプレイというのにも戻したり、もしくはエッジだけを叩くようにします。そしてノリを変えることもできます。このようにゴーストっぽく音を鳴らすことができるというわけです。このように表情をつけましたら、先頭から鳴らしますと、同じグルーブとして入れたパートも表現力のある演奏になります。同じようにグルーブを足しただけでも、単純なループというよりも末尾の方にはちゃんとフィルも入ってとってもよくできたグルーブを持っていると感じます。このようにエディットプレイスタイル機能でパワーハンドという機能を使ってどれを主役にするか、もしくは一つ一つのアーキュレーションを変えていったり、アマウントでグルーブのノリを変えていったりできるということです。これはとっても実践的に強いドラムを打ち込むことができるようになると思います。今日は簡単にバリエーションを作っていくやり方というのを皆さんにお知らせしました。イージードラマということで、上位バージョンのスーペリアドラムよりもとっつきやすくて、そして細かなところは簡略化されたこのイージードラマー3ですけれども、よくよく使っていくとかなりパワフルにやってくれるということと、今のアマウントでも単純に音を上げるだけじゃなくって、たくさんのプロの演奏などを考慮に入れたグルーブを叩き出すようにうまく作られています。もちろんこのようにしましたら、ミディのノートも変わっています。はい、こんな感じですね。左側がオリジナル。右が今変えたものです。このようにMIDIが変わっていますし、
さらにヒューマナイズドを付け加えたら、とっても良くなると思います。ちょっと聞いてみましょう。先ほどとはもうノリが全然違います。はい、どうでしたでしょうか。もう Easy ドラマ3を購入している方も、まだ検討中の方も参考にしてみてください。村長スタジオでした。